お待たせしました皆さん。今さっきちょっと不具合が、上手に配信始められて偉いね。皆さんありがとう。桜色です。メイクもちょっと桜っぽい。ゆうさくさんありがとう。グラッカよいしょよいしょ。皆さんほんとちょっと長らくお待たせいたしました。はい、 STU48 の工藤理子です。これから STU48 9枚目シングル息をする心劇場版発売記念オンラインサイン会の5時間目を始めていきたいと思います。今回も生写真にファンの皆さんの宛名とサインを書かさせていただきますので、皆さん聞き逃しないようにいっぱいいっぱい耳を傾けて見ていてくださいね。よろしくお願いします。すごい、結婚おめでとうって来てる。ありがとうございます。両親さんファイトありがとう。結婚本当ありがとうございます。祝福していただいて、では早速始めさせていただきたいと思います。本当にごめんなさいね、みんなのこといっぱい待たせたと思う。 7分遅刻しちゃった。取り戻せるように頑張ります。でも今回はゆっくりと皆さんとの時間を楽しませていただきます。それではいきます。鍵開けは桑田さんです。桑田さんありがとうございます。桑田さん、桑田さんいるかな。もう桑田さんの名前を書くのは、あのいっぱい書かさせていただいてるわ。桑田さん、桑田さんありがとう。鍵開けありがとうって書いたよ。え、かわいい桑田さんのアバター。桑田さんありがとう。もう桑の文字書けるようになっちゃった。もう桑田さんのありがとう。今回もこの A タイプのね、 A タイプの生写真、桑田さん受け取ってくれてありがとう。鍵開け嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。桑田さん、続きましてたくにゃん、たくにゃんありがとう。たくにゃんさん、え、ありがとうございます。たくにゃんさんね、晴れてにゃん晴れてにゃん。たくにゃんさん、私の生写真受け取ってください、ありがとうございます。あ、ケンタッキーさん、ペンライト、ハートありがとう。ケビコリ、お疲れとファイト、ありがとう、ありがとうございます。おー、先ほどはどうも皆さん、どうもたくにゃん、いっぱい、あの、あ、なんだっけ、名前忘れちゃった。あ、ご結婚おめでとう、ありがとうございます。あのスクワーシーじゃないで、なんだっけ、祝ってくれてありがとう。スクワーシーじゃないで、なんだっけあれ。しかもなんか私さ、ちょっと今日ライト、ライティングどう、こっちの方がいい、こっちだな。どれも変わらん。スライリーだ、スライリースライリーで、スライリーで祝ってくれてありがとう。そう、スライディーでね、祝ってくださったんです。続きまして、伊藤さん、伊藤さんありがとう。伊藤さんへ、伊藤さんは私と名前が一緒ですね。伊藤と工藤だね。ありがとう伊藤さん、私の受け取ってくださってありがとうございます。伊藤さんに無事届きますようにサイン、ありがとう。輝こうね。伊藤さんいるかな、見つけてくれてるかな、ありがとう。続きまして、なべなべ所長、なべなべ所長ありがとう。なべなべ所長はね、今日の鍵開けでした。そう、かき焼けしてくれました。すごい、あのお手紙も読んだよ、なべなべ所長誕生日プレゼント。お手紙が嬉しくてもう感動した私は。ありがとう。
ラベナベ所長、出来合いありがとう。そう、なんかお手紙にすごい感動して、あと初めて、恥ずかしいです、今更、何を今更、今までたくさんなんかリコチ、リコチ大好き、リコチ大好きだったのに。ありがとう、嬉しいよ、私はいっぱいラベナベ所長に愛されてて、私もありがとう、受け取ってね。続きまして、トムさん、トムさん、ありがとう、名前かわいい、トムさん、ありがとう、トムさん、美しい景色に連れて行きたい、ありがとうちょっとトムさんにはちょっといいセリフをトムさんにつけてみたよ、トムさんありがとう、ありがとうございます。皆さん、私の配信いかがお過ごし。グーベグさん5枚も、グーベグちゃんツーショットも12枚ぐらいグーベグちゃん撮ったよ、ありがとう、嬉しい、グーベグちゃん、しかも今回で複数枚頼んでるの、グーメグちゃん5枚、5枚はグーメグちゃんだけだよ、ありがとうちょっとお水を飲まさせていただきます、美味しいリコチのために行きます、ペッパーミル、おめでとう、なんでなんで、どういうこと、私のために生きてくれるの、グーメグちゃんはね、すごいね、私へのね、愛をね教えてくれるの、そのね姿が可愛くてね、すごい癒されるの、グーメグちゃんと話してると、グーメグちゃん両思いだよ、私たち今日もね、可愛いね、アクセサリーつけてたの、グーメグちゃん、キュンってきちゃった、グーメグちゃん、5枚も嬉しいな、グーメグちゃん、でもさ、グーメグちゃんこの前のさ、サインもさ、ゲットしてくれてたよね、そうだよね、
野さん、朝野さんいるかなるよ、優しい。朝野さんはいらっしゃいますか。お仕事とか帰ってきた時癒されてください癒しになりますように。浅野さんもありがとう。続きましてアタックさん、アタックさんありがとう。ありがとう、感謝しております。続きましてぼやっきーさん、ぼやっきーさんいるかな。今現場が、あれ今日見てよぼやっきーさん、これはもうちょっと早くぼやっきーさんにいち早く届いてほしい。これを見てたらちょっとあーリコチってちょっと胸に手を置いて考えてみてください。いつもありがとうぼやっきーさん。続きましてりょうじいさん、りょうじいさんもありがとう。りょうじいさん、りょうじいさんも今日別の現場いるって外からお話からだった。ほんとみんな誰と話してるの。はい、結婚して結婚して、ああもうエイプリルフールが終わったけど、私だけって誓ってくれるならいいよ私だけって誓いなさい私だけって誓ってくれるならちょっと考えようかな。あれだってThank you。 会場前なんだ、もうやばいです。うん、誓えないんだ。続きましてスティーブ、あと香港さん、さっきもねツーショットにね撮ってくれたの。スティーブさん嬉しかった。スティーブさんおる。嬉しい。ツーショットね、絶対めっちゃ可愛かったからね。ね、どんな風に撮れてたのか楽しみです。ありがとうスティーブさん、一緒にいっぱい撮ってくれて。続きましてよっちゃん1040さん、ありがとう。I love you too. Thank you. ありがとうスティーブさん。
嬉しい。やっぱ I love you ってね、元気出る、元気出る言葉。よっちゃん1040、いつもね、そうショールームでね見てくれてる。今日はいるかな。よっちゃん、いつも見てくれていてありがとう。よっちゃんいるかな。よっちゃんいるかな。よっちゃんが、よっちゃんも届くときにサプライズになったら嬉しいです。ありがとう。ちょっと今ね、めちゃめちゃ目が乾いています。めちゃめちゃ目が乾いています。ちょっとあ、今いい感じになった。ちょっとあくびの手前ぐらいをして、目に潤いをね持たせるんですよ。そう、それ大事です。続きまして、はるるんさん、はるるんさんありがとう。はるるんさんはさっきツーショット撮る。さんは声出しの時すごいね声をね出してくれるんですよ、コールの時に。だからもっと叫んでほしいって気持ちを込めたよ。ありがとう。はいだよ、嬉しい。そういつもね、はるるんさんの現場にいるとね嬉しい気持ちになれる。ありがとう、はるるんさん。続きまして、ひでキンガーさん。ひでキンガーさんもねさっきツーショット撮ったよ。結婚しちゃいました。ありがとうね、こちらこそいつもありがとうね。二人の娘です二人の娘です。ありがとう。二人の娘ですの一人です。二人の娘の一人ですそう、私はもうね娘みたいなもんです。でもどうもう娘が結婚したよ、娘同士でやったーって。ありがとう。もうこちらこそ話してきてよかったよ、ありがとう。しかも来てくれてるのがね嬉しい。続きまして、カズオさん。カズオさんありがとう。カズオさんはね私にね初めてのねお手紙をね書いてくれたんだよ。そう、お誕生日おめでとうって。そう、そのねお手紙を読んでねすごい嬉しかった。カズオさんからのお手紙ありがとうって。そう、なんかお誕生日プレゼントもねめちゃめちゃ嬉しかった。センスあるってね、ちょっと感動しちゃった。カズオさん、カズオさん天才と。ありがとう。あ、よっちゃんもうね書きましたよ。よっちゃんいると思ってた。よっちゃんが、よっちゃんありがとう。それでももう怒っているのに何ですかちょっとポーズ撮ってみました。頑張ってるよって。ケンタさん、続きましてケンタさん。ケンタさんはね話し会とかでねよくね話するよ。でもまだ今日会ってないから早く会いたいなケンタさんありがとう。ケンタさんいらっしゃるかな。いつもねケンタさん、ケンタさんの顔が浮かぶ。似顔絵とか私多分ケンタさんの得意で、ケンタさん絶対私上手に描ける自信がある。すごい、そんな感じだよ。続きまして、ケイブンちゃん。ケイブンちゃんありがとう。ケイブン、なんか見返り美人のちょっとあれをしたいね。早くリベンジをしたい、リベンジしたいと思った。その写真見て来週の撮影欲が湧いてきた。そうでしょ、愛が足りんのやけど文ちゃん愛が足りんのやけど、もっと愛足りんのやけど。文ちゃんどういうことなん。文ちゃん、
ワンちゃん、リベンジよろしくね。ねえ、よろしくね。リベンジしよう、二人で。ちょっとね、もうちょっと見返り美人図、ちょっと予習復習、ちょっと予習復習します。愛のある写真撮ってね、よろしくね。いい、とっても良いカメラ、楽しみにしてる。お手並み拝見、お手並み拝見ですわ。続きまして、小型ペンギンさん。小型ペンギンさんもね、すごいたくさんの愛をねくれるよね、小型ペンギンさん。小型ペンギンさんいるかな。そう、たくさんの思い出作ろう。これからそう、小型ペンギンさんとも、でもいっぱい思い出いっぱいある。小型ペンギンさんと令和ラクマさんです。話し会とかね、小型ペンギンさんありがとう。かわいい名前、ほんとに。小型ペンギンさんいつもね、愛をたくさんくれるからね、嬉しいんだ。そう、ありがとう。私、今目が充血しちゃう。ほら、こうしたら売ろう。よし、続きまして、セレナさん。セレナさん、ありがとう。こういうさんだね。そう、今日もね、お話し会、なんかね、宴会みたいなね席でね、ツーショット撮った。そう、めっちゃ面白かった。セレナさん、いつも感謝してるよ。そう、ペッパーミルもね、すごい可愛くてね。そう、めっちゃ可愛かった、セレナさんの話し会の。なんか後ろにもね、セレナさんね、なんか線、あの私の書き初めみたいなのを書いててね。名前自身変更、先ほどご送信、今日は4月1日リコジのために行きます。あ、ペペミル結婚おめでとう。あ、いつもの私の、それ嘘じゃないでしょ。エイプリルフールだったら私怒っちゃう、怒っちゃう本当に。え、どう、リコジのために生きて今日。でもすごいすごい、なんかめちゃ私のためにさ、準備とかたくさんしてくれてるじゃん。だから嬉しかった。そう、ありがとう。続きまして、山猫坊主さん。山猫坊主さんもね、すごいあのお優しくて好きよ。あのショールームとかめっちゃ見てくださるしね。ありがとうありがとう、山猫坊主さん。山猫坊主さんがね、すごい私への愛をね、そう、あの教えてくれると、そう、めっちゃありがたい気持ち、本当に。お誕生日おめでとうの、ご結婚おめでとうございますありがとうございます。本当に山猫坊主さんがこれからも一緒に私と仲良くしてください。ありがとう、山猫坊主さん。続きまして、うまっちさん。え、なんか名前かわいい。これうまっちさんに何度も言ってる気がする。うまっちさん、なんかはちみはちみはちみ、ちょっとなんか馬娘を彷彿させますね。はちみ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 、おっとけーみたい。足が早くなる。うまっちさん、ありがとう。会いに来てね、うまっちさん。美味しそう、うまっち。うまっちだ、うまっち。うまっちさんはと、ちょっと届きますように。ちゃんと続きまして、カリさん。カリさん、ありがとう。カリさん、カリさんさん、さっきね、一緒にツーショット撮って、カリさん、さっきツーショットを撮ってね、なんかそう、尾道にいたの。だからすごい私のためにね、尾道に行ってツーショット撮ろうと思ってくれたのかなって思うと嬉しくてたまんないありがとう、カリさん。氷を食べに行こう。え、尾道とかさ、かき氷屋さんいっぱいあるよね。なん
なんか私すごい そちら辺のかき氷も開拓した。いつも氷屋行き坊主さんだから、私マジでね、ほんと恥ずかしいぐらいね、常連顔もね覚えられてると思う。そう、顔も絶対私覚えられてる。あ、またこの子来た。でツイッターに私書いてるから絶対。ちょっと尾道ら辺もちょっといいのあったら教えてください。続きまして、いおりさん、ありがとう。いおりさん、いおりさんありがとう。いおりさんありがとう。いっぱい愛注ぐよ。いおりさんありがとう。そう、すごいね、いおりさんもね、ね、すごい、いおりさん優しくしてくれたら嬉しいですよ。ありがとう、いつもいつもね。あ、ありがとう。いた、いおりさん、愛注がさせていただくよ。どんな愛があるんですか、いおりさん。さ、重めだけどいいですか、受け取ってくれますか、いおりさん。続きまして、こみさん、こみさん嬉しい、サインね受け取ってくれて。Don't worry, be happy。 これ私のすごい、あの先生、私の先生がすごい言ってた言葉で、 Don't worry, be happy ってずっと言ってた。そう、気にしないで、気にしないで、何、心配せず、シェアハッピーに行こうって、そういう意味ですよ。いい言葉だよね。Don't worry, be happy だよ。続きまして、ノリハクスさん、ノリハクスさんありがとう。ノリハクスさん、ノリハクスさん、ノリハクスさんは、すごい。お話ししてたらね、落ち着く。横浜でお花見しながら参加してます。お花見してるの今。え、7時間目のお話、え、間に合うかな、お花見に。私もお花見、お花見会参加したい。やっぱお花見会がいいよ。お花見したいね、一緒にお花見しよう。なんかね、ちょっと楽しみにしてる。さやかで工藤とお揃いの、ノリエクスさんへ夢を一緒に見ようね。ありがとう。あ、そうなんだね、グラコンあるのね。今日？そうなの？大変だわ。映してね。でも全然ね、真っ暗になってないか心配。もうノリフクスさんがいいのであればもう見せてください。なんかいつもね、そうやってお花とか見せてくれるのがね嬉しいです、ノリフクスさんの話から。ありがとう。あ、そうなんだ。そっか、早いね。なんか寂しいね。そっかそっか。ありがとう。続きまして、のりみょさん、のりみょさんいる？のりみょさん見てるかな。お家にはさ、帰る？それとも今日はずっと外？そしたらちょっと昔の写真とかさ、私期待してる。帰るよ、お前の方が興味が。あ、待って、続き話してよ、続き。あとさ、ちょっとあの若い頃の写真見せてよね。若い頃って言ってもそんな変わらん。ちょっと、いや興味あるよ、気になるもん。了解。お、さすが。ちょっと渋滞する。明日に分けてもいいよ、写真とか。ちょっと明日に分けてもいいよ。はい、のりみょさん、かき氷デートに行こう。これじゃあデート券ということで大事に扱ってください。デート券よ、これ大切にしてね。また後で話そう、ゆっくり。でもお家に帰るなら気をつけて帰るの。あとで話そうね。ありがとう、のりみおさん。続きまして、みーくん、赤ちゃんとかいける？あ、赤ちゃん、赤ちゃん、みーくん、ありがとう。みーくんって名前かわいいね。Take it easy。 あ、みーくんいた。みーくん、私のサイン受け取ってくれてありがとう。みーくん、みーくんありがとう。みーくん、これからも私と仲良くしてくれますか。みーくん、 Take it easy、 気楽に行ってね。4月からね、新生活始まりますけど、
気負わずのんびりとミーク生きてください。サイン受け取ってくれてありがとう。続きまして、マリュさん、マリュさんありがとう。来週のコンサート楽しみです。来てくれるんだ。いつもどこに住んでるんだろう、ミー君は。広島に来るときは気をつけるんだよ。ありがとうありがとうね。私もいいものをね、届けられるように練習とかめちゃめちゃ頑張るので楽しみにしていてください。ミー君、ありがとうございます。ありがとう。続きまして、マリュさん、マリュさんありがとう。マリュさんいる？マリュさん大阪から行くんだ。うわー、と大変だ。2時間ぐらいかかるのかな。ありがとう、来てくれて。私も大阪に行くね、今度。でも大阪行くよ、お話し会が。そう、でもなんか遊びに行きたいな、大阪に。ありがとう、ミック。マリュさん、マリュさん、マリュさん、お話し会に入したらお会いできてよかった。いや、なんかお祝いのね、違うんだね。あの、その前ね、ツーショットの癖よツーショットの癖が強すぎた。もうびっくりした。あれは、でも私ちょっと写真撮らせてもらったから、ちょっとたまに写真見て思い出すねありがとう。でもなんか、マリュさんと2人で生誕祭してる気持ちになった。そう、待ってました、なんかありがとう。マリュさん、嬉しいこといっぱい共有ね。動画交換、交換もする、共有もしましょう、ね。お手紙もね、嬉しかった。そんなにいっぱい書かないって言ってたからさ。そう、いっぱい書かない。マリさんってそういうタイプなんだと思ってたら、私のために頑張って書いてくれたんかなとか思ったらさ、すごいなんか嬉しくて、あのお手紙今夜もちょっと読み返そうと思います。ありがとう続きまして、りょたくん、りょたくん、りょたくん、ありがとう。りょたくんいる？りょたくん、じゃん。これからも一緒にお祝いしてね。あ、います、いた、りょうたくん。りょうたくん、これからも一緒にお誕生日迎えた時には一緒にお祝いしてくれると嬉しいよりょうたくん、そう、メールの返信とかもね、りょうたくんいっぱいしてくれるので本当に嬉しいなって気持ちでいつも見てる。ありがとう。そう、ありがとう。りょうたくんがいつも筋トレとかお仕事とか頑張ってるのでね、私もね、いつも頑張れてます。ありがとう、りょうたくん。ねえ、ありがとうございますかな。じゃあ次はすみちゃん、すみちゃん、いつもありがとう。あとでお話し会行くね。ありがとう、待ってるね。話し会でまた話そう。そうね、お話し会で話しましょう。サイン会もありがとう、すみちゃん。すみちゃんがね、生誕でね、なんかすごい、なんか私のためにね、あの、工夫してくれてるって聞いて嬉しかったです。ありがとう、すみちゃん。すみちゃん、ありがとう。プレゼントは君だねすみちゃん、すみちゃん、本当にいつもなんかお話し会でも、なんか私に可愛いって言ってくれたりして、なんかりこちゃん本当に妹にしたいよって言ってくれるのが嬉しくて、私もすみちゃんをお姉ちゃんにしたいそんぐらい本当に愛おしい存在だよ、すみちゃん。いつもいつも本当にありがとうありがとう、すみちゃん。 Thank you。 プレゼントだ、すみちゃん。すみちゃん見てくれてるかな。続きまして、テイカーさん、テイカーさん、今朝はね、タワーありがとうございました。タワーのお礼するので待っててね。ツーショットもね、あ、間違えた、サイン会もゲットしてくれて嬉しい。ありがとう、テイカーさん。テイカーさんいるかな。テイカーさん、テイカーさんいる。ありがとう、エターナルラブ、永遠の愛ちょっとかっこよく書いてみたありがとう
テイカさんいるかな。ちょっと稲毛だね。稲毛だね。稲毛だねってさ、言葉使いますよ。テイカさん、ちょっと忙しいのかな。ありがとう。続きまして、タッキーさん。タッキーさん、ありがとう。タッキーさん、おもろい。タッキーさんも今日すごいなんか。IQ2 で。でもすごいお話。お部屋も心も体、お部屋も身も心も綺麗なタッキーで。お部屋綺麗になったんだね。お部屋いつ移しても事故っても大丈夫なの？さっきは何？たわいもないってかな、なんだろう。面白くないって言ったの。エイプリルフールネタに付き合っていただきありがとうございます。面白かったよ。私笑ってた、笑ってむせちゃったもん。私ちょっと水を飲もう。そう。ジュッてちゃった。ストロー入れるの忘れちゃったので、ちょっと時間無理です。ズーム怖いからさ、ミートパスは大丈夫。そうだよ。そう、タッキーさんともいっぱい話できて嬉しい。そう、なんかゴリラだったって。でもエイプリルフールってさ、午前までだからさ、もう多分事実言ってる人になってたよ。タッキーさん IQ2 だ。はい、夢をたくさん叶えようね。タッキーさんからのこれからもスチスチをたくさんいただくね。スチスチありがとう。そう、タッキーさんがいっぱい愛をくれるから嬉しいよ、ありがとう。続きまして、チーチーさん、チーチーさんありがとう。チーチーさんいるかな。今日はまだお話し会で会ってないし、幕張でもね会ってないから。そう、元気なのか不安。リコチスチス、怖い怖い。リコチスチスチが来た。チーチーさん、チーチーさんありがとう。フォーエバー21、ちょっとなんか服のブランド名みたいなそんな感じになっちゃったんですけど、はい、チューチューさん、ここは私はフォーエバー21なのでよろしくね。チューチューさんは本当にいつもジョブズだなって思ってる。スティーブ・ジョブズみたいだなって見て思ってます。ありがとう。続きまして、ヤオトンさん、ヤオトンさん、ヤオトンさん、土、ヤオトンさん、そう、今日もねツーショットでいっぱい可愛い写真が二人で撮れて嬉しかったです。よかった、大丈夫。ヤオトンさんありがとう。そう、永遠の21。そう、一緒に永遠の21。ヤオトンさん一緒に写真撮ってくれてありがとうね。いつもなんかね可愛いね写真をね二人で撮ってくれるから嬉しいです、ありがとう。続きまして、ゆうやさん、ゆうやさんはね3と1枚ある。これはどう加算したらいいんでしょう。はい、ではちょっとこの4枚、じゃあゆうやさんにね書かせていただくよ。ゆうやさんもねすごいいっぱいな愛をくれるんですよ。いた、ゆうやさん4枚も。
あと届いた時にちょっとなんかワクワクするような隠されたヒドゥンメッセージを書いてみたのでお楽しみに。時間全然大丈夫。よかった、ありがとうございます。ゆうさんもいつもそこに優しくしてくれるのでね、お返ししたい。ずっと一緒にいられますように。いつも大量の愛をありがとう。これからも感謝させてね、と。とっておきの一枚を受け取ってくれてありがとう。これね、初めてサインを、あの初めて書き始めた1サインです。1サイン目なので、とっておきの1枚を受け取ってくれたり、大吉みたいなもんです。本当にありがとう、ゆうやさん。受け取ってくれて嬉しい。サイン届くのね、毎回ゆうやさんすごい複数枚ね、受け取ってくれるのがすごい嬉しいです。ゆうやさんありがとう。大吉だよゆうやさん。4月の運勢も今年の運勢も大吉です。これをお守りのように持っててください。ありがとうゆうやさん、もう嬉しいです。ありがとう。続きまして、きっくん、きっくんさん、きっくんって可愛い名前。なれますように、キックンさんが笑顔になれますように。キックンさんありがとう、ありがとうございます。元気、キックンさん。キックンさん、お話し会とか来られるときは仲良く喋りましょうね。ありがとう。続きまして、てっちゃん、てっちゃん、お話し会ですごいね、ハートもね、いつね、バレンタインのね、グッズね、飾ってくれてて嬉しかった、ありがとう。そう、てっちゃんありがとう。てっちゃんいるかな。なんかてっちゃんが私への愛をね、私に注いでくれる、私だけに注いでくれるってちょっと言ってくれたのがちょっと嬉しかったです。てっちゃんありがとう。ありがとう。あ、お写真ありがとう。こちらこそ受け取ってね、楽しみにしててね、届くの写真。ありがとう、てっちゃん。続きまして、ふーちゃんまん推し、ふーちゃんまん推しさんありがとう。面白かった。幕張メッセ、あー、お誕生日おめでとう、ありがとう、ありがとう。金目のものも全部あげるから結婚して。怖いな、なんかだって総額100万円で幕張メッセ来るんだもん、怖いよ。怖いな、ふーちゃんまん推し。なんかちょっと、でもちょっと、いやいやいや、まだまだですよ、まだいけるでしょ。ちょっと試します、私はふーちゃんまん推しのこと。優しいよ、ふーちゃんまん推し、優しい、怖くない。あ、なるほど。はい、ニコニコになれ。私が笑顔にさせるからね。結婚、ふーちゃんまん推しと。いや怖いな、なんかめちゃメロン食べさせられそうだもん、なんか。続きまして、坂向けさん、ね、名前かわいい、坂向けさん、坂向けさん、バレです。坂向けさんありがとう。なんか名前かわいい、坂向けがあるのかな。なんか坂向けってさ、なんか方言らしいですよ。私毎回通じない、通じなくて困って。ささくれらしいよ、坂向け。ささむすけ、坂向けさんありがとう。できてるのかな、坂向けが。これからも愛をどうぞどうぞ。私は今、坂向けはいないですね。ちょっと危ないのがちらほら見えますが、いないですね。安心してください。お願いします。
まして、ヨウくん、ヨウくんありがとう。すごい、あ、ぴったりだ、ヨウくん2枚もありがとう。ささむけ派、ささくれやなくささうけ派。ヨウくんありがとう、2枚も嬉しい。すごいね、ありがとう、ラブです。そう、なんかすごいヨウくんは話し会でもそうだし、現場に来る時もそうだし、メールの返信でもそうだし、ショールームのコメントでもそうだけど、すごいね、私へのね愛をね感じる言葉をねたくさんねくれるんですよ。本当にそれがヨウくん優しいなっていつも癒されてますよ。ありがとうヨウくん、愛の分かち合い、会えてよかった。隠しメッセージをお楽しみに。2枚もありがとうヨウくん、大切にね届きますように。もしもしヨウくんのもとへ、ヨウくんに届きますように。続きまして、ハリーさん、ハリー、ハリーは今日は忙しいみたいなので、そう、そう、ありがとう。この後行きます、待ってます。緊張しなくていいからね緊張しないで。うわ、あくび出ちゃう、やばい、あくび出ちゃって、ちょっと早起きしたから私。ハリーさんありがとう、愛を分かち合おう、分かち合おう、分かち合おう、分かち合おう。今日は本当にハリーね頑張ってる、なんか頑張ってるので応援してます。ハリー頑張って、ありがとう、 Thank you。 緊張しなくていいんだよ私との話し会。そしてラストです、ラスト鍵締め、山本さん、山本さんありがとうございます。山本さんありがとう、鍵締めありがとう。鍵締め、山本さん何者さんだろう。山本さん鍵締めありがとうございます。山本さんにね無事この私のサインが届くことを祈ってます。ありがとう、いつもたくさんありがとう、ぴったりだね、ありがとう、よかった。そして私のサインが無事時間以内に終わりました。早速始まっちゃったけど全然10分も20分ぐらいね巻いてもらいました。え、今回見逃しに、え、よっちゃん早かったよ、うん、早めに来ましたよ。ありがとうございました、今日も本当に私のサイン会を見守ってくださり本当にありがとうございます。この分はね40分までなので、セーフ、時間以内にぴったり終わらせることができました。本当に皆さん私の、ショールーム配信を見に来てくださりありがとうございました。この後は7時間目と8時間目にお話し会がありますので、その分で会いに来るよって方が いらっしゃるのならば、もういっぱいいっぱいお話一緒にしましょう。じゃあこれを飲んだら私はこの配信を終えます。飲みました、ちょっとね水分欲してたかも、ちょっと3時間どうしてやっていたの、飲み物飲むのすら忘れちゃってた、汗汗皆さん私の配信を見てください、美味しい、お水美味しかった、配信見てくださって本当に本当にありがとうございました。これからも楽しい愛を、愛のこもったサインを皆さんにお届けしますので、明日もサインよろしくお願いします。ありがとうございました。以上 STU48 の工藤理子の、9枚目シングル息をする心劇場版発売記念オンラインサイン会の5時間目でした。皆さんサインが届くまでいい子に待っててください。届くまでがサイン会ですありがとうございました皆さん、ありがとう。
じゃあ皆さん今日も一日お疲れ様でした。じゃあねー。この後お話し会に来る方は気をつけて来てください。ありがとうございました。じゃあねー、バイバーイ、また後でねー。じゃあねー、ありがとう、バイバーイ。